はい、私は今東名阪四日市インターすぐ南にあります天然温泉ゆうゆう会館にやってまいりました。早速佐野武社長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、いつも本当にあのイベントたくさんのゆうゆう会館ですが、はい、9月の見どころをちょっと教えていただけますか。はい、温泉と大衆演劇だけではなくて、ビンゴゲームも大変人気のイベントでございまして、はい、その水曜日のビンゴの前に、はい、職人さんがですね、はい、目の前で、大エビ天丼、はい、もしくは、大アナゴ天丼ということで、はい、職人が技術を見せるような形で、その揚げたての天ぷら、天丼を召し上がっていただこうと、そういったイベントも考えさせていただいております。いいですね、はい、やっぱり食欲の秋ですからね。そうですね、はいはい、あとあの新米の時期ですんで、はい、釜飯を7色の釜飯フェアということですね、うん、この10日からスタートさせていただきます。はい、はいはい、ね、ますますなんか美味しいね、ゆうゆう会館になってきましたけども、そうですね、お米で元気になっていただこうと。そうですね、はい、カラオケファンにはまた、ね、そうですね、はい、9月30日にはですね、笹みどりと玉川カルテとちょっと懐かしの、組み合わせということで、はい、歌謡ショーとお笑い、はい、バラエティということで、はい、1日限りの昼夜のイベントも、開催させていただこうと、はい、はい、企画しております。もうこちらは聞いて楽しむですけども、はい、自分でもこう歌って楽しむところもあるんですよ。そうですね、はい、一緒にね、はい、歌っていただいて盛り上がっていただこうと、楽しい一日にしたいと思いますので、ぜひ9月30日お越しくださいませ。カラオケボックスありますからね、利用してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。